指揮官、ご命令はございませんか。おい、お客が来たらキビキビ動いて。私がそんなに暇な人間に見える？誰？私？お前私のこと知らないの？最近の士官学校はダメね。基本的な常識も教えないんだから。おい、そこの白い鉄くず。私ですか？そう、お前。こいつに私が誰か教えてやって。このお方は二毛製作を担う三大企業の一つ、ミシリスインダストリーの CEO を務める主演様です。ちゃんと聞いた？じゃあどうすべきかわかるわよね。は？全然理解できてないじゃない。ユニ。うん。ひざまずかせて。うん。何をするんですか？身の程知らずのお調子者はこうやってたまに踏んづけてあげないと。おい、これから私と話すときはこのポーズを取るのよ。そして二度とそんな質問はしないこと。わかったわね。なかなか反抗的じゃないの。おい、私の言葉を無視するわけ？言ってみなさいよ。面白い。足をどけろ。やらせて。足の方が速いか銃弾の方が速いか試してみる。三原。はーい。感覚交換完了です。を交換したの。こうすると通覚センサーが自動でオンになるのよ。だからうわ、一体何を。こういうことができちゃうわけ。人間に銃口を向けるニケは理由を問わず処分のはずだけど、まあこの辺にしておきましょう。睨みつけても無駄無駄。さ、では話を始めましょう。これからワードレスと地上へ上がって。あ、ワードレスというのは三原とユニのことね。お前たちにも分隊名くらいあるんでしょ。そのカウンターズ、ま、そんな感じ。とにかく地上に上がってラプチャーを捕獲してくればいいの。詳しいことはこいつらに聞いて。わかった？2日あげるわ。まだそんなことを言ってるの？いい？三大企業の CEO は
副司令官と同じ命令権を持っているの。電気椅子に座りたくなければ命令に従うのよ。わかったわね、二日よ。はあ、はあ、見張らん？あいつと交換して。あら、主演、相手は人間よ。交換して。あらあら、お前、撃たれたことないでしょ。さあ、感じてみなさい。またふざけるんだったら蜂の巣体験を。何？面白い。おい、来ないで。下がって。下がれと言ったでしょ。三原、撃ちなさい。ニケは人間を撃てないわ。貴様。おい、話しなさい。気でも狂ったの？私を誰だと思ってるの？なんで私があんな鉄くずに。ごめんね。気絶したか。びっくりした。捕獲忘れないでよ。うん、はい。終わり。師匠、見えますか？よかった。顔がめちゃくちゃになっててびっくりしたんだから。とにかくこれからはあんなことしないでね。人間はショックで死ぬこともあるから。でも怒ってくれてありがとう。あなたたち、ん？どういうことか説明してくれる？まあ説明は難しくないけど、地上に上がってからね。地上が何か知らないけど、その主演って誰？そんなことしていいと思ってるの？いいわよ。三大企業の CEO だもの。さ、急ぐわよ。つかしかないわ。期限を守らないと主演が何をするかわからない。スノーホワイトだ。